沖縄らしい SDGs を研究するウマンチュラボから暮らしに役立つ県の取り組みをお届けします。今週は3番、人々の健康的な食生活を応援する取り組みじゃ。みんなで広げよう食育の輪。毎年6月は食育月間、毎月19日は食育の日です。普段の生活で食育という言葉を耳にする機会が増えましたよね。食育とは様々な経験を通じて食に関する知識とバランスの良い食を選択する力を身につけ、健全な食生活を実践できる力を育むことを指します。食の欧米化と言われるように、戦後の沖縄では食生活が豊かになった反面、野菜不足、油の取りすぎなど県民の食事の栄養バランスが乱れてきておるんじゃ。これに加え、運動不足や朝食抜きなどといった生活習慣の乱れによって肥満者の割合が高くなり、それが様々な生活習慣病を引き起こしているんじゃ。食育は子どものうちから始めることが大切なのはもちろん、大人でも今から始めれば生活習慣病の予防につながります。では何から始めればいいのかというと、難しく考える必要はない。日頃から自分の健康に気を使うこと、食を意識することが大事なんじゃ。親子で買い物に出かけて食材を選んだり、夕飯のメニューを一緒に考えたり、一緒に料理を作ってみたりと、栄養バランスを意識するきっかけになりますよね。これも立派な食育です。それと毎日の食事にもちょこっとプラスを意識してみましょう。不足しがちな野菜をあと一皿足すだけでも健康的な食生活につながります。他にもご家庭で楽しみながら食育を学びたいという方に、健康沖縄21のホームページではためになる情報や楽しいコンテンツが充実しています。例えば YouTube チャンネルを開くと、うちなんちの健康づくりをテーマにしたアニメが公開されていたり、野菜の量を決めてからハンバーガーの個数を決めるってことなの。なるほど。歌とダンスを楽しみながら食育が学べるうちなークワッチー食育の歌の動画も公開されています。これは楽しそうじゃ。ついつい体が動いてしまうの。もう少しステップアップして農林漁業体験や食育のイベントに参加してみたいという方には、チャーガンジュ沖縄応援団のリンクへ飛ぶと、食育に取り組む企業や団体が紹介されているので、日頃の健康づくりにお役立てください。また6月の食育月間に関連して、27日までの期間中、沖縄県立図書館で食に関するパネル展が開催されています。皆さんもぜひ気軽にお立ち寄りください。子供はもちろん、大人になってからも食育は重要。一人一人ができることから行動に移し、食育の輪を広げるのじゃ。ウマンチュアニバーサリー、6月1日はかりゆしウェアの日です。かりゆしウェアを世界へ広める会の発足した日に合わせて制定されたんじゃ。知っておったかの。続いて県からのお知らせです。県立埋蔵文化財センターでは6月12日に、発掘調査ってどんなものと題した文化講座を開催します。受講には事前の予約が必要です。詳しくはご覧のところまで。令和4年度毒物・劇物取扱者試験を8月2日に実施します。詳しくはご覧のところまで。令和4年度介護支援専門員実務研修受講試験を10月9日に実施します。詳しくはご覧のところまで。以上、県からのお知らせでした。ここで視聴者プレゼントのお知らせじゃ。今月はこちらの商品を抽選でプレゼント。みんなのご応募待ってるぞよ。番組の感想などツイッターのハッシュタグうまんち広場でぜひつぶやいてくださいね。それではまたやーさい。